そうですね、やはり、ギリギリまでね、メンバーを精査してね選びたいと思っています。まあ、最有力と思われる樽縄が、ターフ1本と思ったのに、フィリー&メアターフにも登録してきたということは明らかにラブゾーンリーグを意識していると思うので、彼女の動向なども見ながら、最終的には勝てるレースを選びたいなと思っています。そうですね、なぜか日本では凱旋門賞ばっかり言われるんですけども、もう本当にアメリカで言うとメジャーのワールドシリーズだとか NBL ファイナルとかいうのと同じような、ね、スポーツの祭典ですので、全米中がまあ熱狂するわけですよね。そんなレースに、勝負できる馬で連れていけることがね、調教師として何より幸せですし、日本の馬はまだ勝ったことありませんので、なんとか日本馬初の栄冠をラブゾンリーグにと思っています。今回マルシュ・ロレーヌと一緒に行動できたということで、香港の時以上に馬が落ち着いています。とても、ね、リラックスしていい雰囲気なんで、この感じで、レースまで持っていきたいと思いますし、自分も最後の週アメリカに行って、精一杯尽くしたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。勝っていただけますか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。